life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. はい、よろしくお願いします。今回は、あったら嫌だ、こんなジム、出揃いました。まあ、いろんな意見があったんですけどね、まあ、その中からピックアップして、いくつか紹介していきます。まず一つ目。臭い。あ、これは嫌ですね。もうジムに入った瞬間臭かったりしてね、うわーみたいな、やーべーあの人いるよみたいな感じでね、もうたまにその一人だけでこう広いジムの施設全てを賄うぐらいの匂いを発してる人もいるんで、まあでもこれ難しい問題ですよね。体臭はなかなか防げないものもあるんで、防げるものは防いでほしいんですけど、こう例えば仕事が終わってこう汗びちゃびちゃのままそのままジムに来るようなことは避けて、一回こうね、家でシャワー浴びて汗を流してくるとか、あとまあ制汗剤とかね、シューッとやって、なるべくこう、匂わないように。まあ、汗をかく職業の人っていうのは、どうしてもしょうがない部分があるんですけど、まあ自分も結構気をつけてるところなんですけど、なるべくね、こう人に不快感を与えないように、匂いに対する対策っていうのはやっていきたいところだなと思います。はい、次。ガリガリオンリー。あ、これは嫌ですね。もうガリッガリの人しかいないと、このジムで筋トレして筋肉つくのかなってちょっと心配になってしまいますからね。まあでもどの程度のガリガリかにもよりますけど、もう細マッチョガリガリっていう人もいるぐらいなんで、もう本当に入って骨と皮だけの人ばっかりがいたら、大丈夫ですか、ちゃんと食べてますかってこうもう心配になって、こうトレーニングのところじゃないですからね。これも確かに嫌だ。せめてトレーナーというかこう教えてくれる人は多少ね筋肉はついててほしいかなと思いますけどね。はい、次。はい、ユーザーオンリー。ああ、これもやばいですね。もう洗脳されちゃいそうですからね。使うのがこの世界では当たり前なんだよみたいな、使わないやつは覚悟もない無知なただの長尺だから、こっちの世界に一歩踏み出してごらんみたいな、限界を超えれるよみたいなね。まあ大体こういうの使ってる人が多いところでやっぱ覚えると思うんで、いやですよね、おい誰だよ注射器転がってるぞみたいなね、あ、すいません自分のですなんつって、ここで打つんじゃねえか誰っつってね、まあなんとかレイジが炸裂しちゃったりなんかしてね。はい、次。はい、ハングレオンリー。これは一番嫌じゃないですかね。嫌っていうか怖い。もう入った途端に入れ墨ばっかり入ってる人とかいたら、もう人は見かけて判断しちゃダメなんですけど、まあそれでも下地割れはやっぱりこう見た目通りの人も多いんで、残り 2,3 割の人のためにもそういった先入観は取っ払いたいところなんですけど、それでも嫌ですよね。おお、なんか落ちてるぞ、これ誰だよここに小指落としたの、あ、すいません自分のですなんつってね、お前はどこでけじめ取ってんだと語れっていうね。まあ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 絶対に入りたくないですよね。もう開けて見えた瞬間にもサッと閉めて、まあ切ない気持ちで帰っていくことになるんだろうなと思いますね。まあでもこれもう小指が落ちてる時点でちょっともう半グレっていうか、もう本物の方がいる感じになってしまいましたけども。はい、次。あるある系インフルエンサー、これ確かにちょっと嫌かもしれないですね。集中できないと思うんで、なんかネタにされそうだなと思って、多分こうネタを探しに来てると思うんで、もうねサイドレーズなんかできないですよね。もうスクワットオンリー、ハードに黙々と音も立てずに、そしてサッとやってサッと帰るみたいな、もう隙を一部も見せないトレーニングをしないといけなくなるんで、やばいこっち見てると思うと多分集中して本当トレーニングはできないと思うんで、確かに嫌ですね。はい、ということで、まあ、今回はここまでです。まあ、こんなジム嫌だなというのがあればぜひコメント欄の方によろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。